ここ、あとここ、この辺りがね、全体的に、ガチガチになってます。で、特にね、こことね、この辺がね、ガチガチになってます。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになってます。で、それをね、生肉にしていくのがね、ですけど、その過程がとっても痛いのね。で、特にこの背中の疲れとか、この辺の疲れっていうのは、実は足の疲れが上がってくることが多いので、足からしっかり緩めてきますね。はい、ちょっと待ってね。今から頑張ってください。本当に痛いからね、頑張ってね。ちょっと足裏がね、今気持ちいい感じになりますからね。まだ安心していいと思います。では、ふくらはぎ今から本番、頑張ってください。こんな感じ。こんにちは。モンゼス生態ミツノブです。またまた久しぶりにね、この動画をね、 YouTube 作っていこうかなと思ってます。今回の人はね、そんなにね、痛がらないので、私の音声でこれから楽しんでいただこうかと思っております。ではでは、今回ね、やっぱりモンゼス生態っていうのね、皆さんね、やっぱりふくらはぎをね、押されてるのを見てるのは当たり前だと思う人が多いんですけれども、これがね、なかなかね、やっぱり痛いんですよね。人間の体の中の筋肉 70% 以上を占めていますから、この場所をしっかりふくらはぎとか太ももとか、お尻の筋肉とか、この辺をしっかりとね、筋肉をね、緩めてあげることによってね、体の全身の筋肉が緩んでくれます。なのでね、皆さんね、昔の方がね、足腰をしっかり温めなさいなんていう風に言われてたと思うんですけども、やっぱり昔の人はすごいんですね。分かってらっしゃいます。そういうね、分かってらっしゃる人たちのことをね、しっかり守っていってね、このね、体の疲れをね、癒してあげないといけません。ですから、しっかりとあなたが体を癒そうと思えば、下半身を温める、頭寒足熱ですね。私がよく言う、頭を冷やして足を温めましょうよっていう風な形をしっかりとやっていかれることをお勧めいたします。なのでね、なかなかの体の疲れが取れないなっていう方は、やはり頭を涼めて下半身を温める。やっぱりね、半身浴なんかが良かったりとかしますから、できる人だったらね、半身浴とかもやられてみてください。私はちなみにね、人に言う分ね、毎日15分、湯船に、42度の湯船に15分間を使ってね、こうやってね、動画を作成したりとか、いろいろやってたりとかします。詳しくはね、ブログなんかにも書いてたりとかしますから、暇な人、時間がある人、私の、先生何してんのっていうのを知りたい人たちはね、そっちの方を見ていただければいいんじゃないかなと思っております。またね、最近ね、 TikTokとかもね、やっててね、そっちもね、意外とね、好評でね、 TikTok からお客さんが来たりとかすることも結構あったりするんですね。だからね、しっかりそっちもね、見ていただければ楽しいかなって思います。あとね、Instagram の方も辿っていける人は、ミツノブアンダーバー酒グラムの方だったらね、私の旅行の日記とかね、いろんなね、プライベートタイムとかも、投稿してたりとかしますから、そちらを見ていただければなぁなんて思ったりもしちゃったりとかします。で、やっぱりね、痛がらない方はね、こういう風にね、やられても全然痛がらないんですよ。だからね、こうやってね、見てるのをね、声を出さない人たちを見てても仕方がないから、私のね、しゃべくりを聞いてもらおうかなぁなんて思ったりします。で、意外と私のね、この声の喋り方とかが、今日意外と聞いてたら先生眠たくなりますから、もう少し話をしてみてくださいなんていう風に言われたりとかするので、こうやってね、話をしていってるわけですけれども、で、話を元に戻して、今押さえてる部分っていうのは足のふくらはぎで、皮腹筋、ひらめ筋を私の肉叩きハンマーの指で、骨に向かって押し付けて、ドン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 ドーンと押さえつけていくので、とってもね、肉がね、柔らかくなっていくんですね。これをね、しっかりしてあげることによって、筋肉の肉質が柔らかくなってくれて、口に入れたら硬くて食べきれないようなお肉が、あれ、口に入れたら柔らかくてすごい食べやすくなるみたいなね、そんなね、感じのね、肉を叩きまくって柔らかくしていってるのがモンゼス生態なんですね。まあ、他のね、モンゼス生態が何やってるか私は見たこともないので知りませんが、まあまあ勝手に真似してください。できぬものならやっちゃって。はい、そんな感じでね、ならずね、細々とするのはモンゼス生態のいい場所なんですね。だからね、この動画を見ながら、ああ、先生の声も聞けて久しぶりに楽しいななんて思ったこと、このね、7月からね、またね、どん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 とね、動画を更新していきますから、これを見てね、備えてください。
でこれねやっぱりね下の方がねやっぱり、ね、足首って痛いんですよね。この足首の下の方がどん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 押さえて痛いやつがグイ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 押さえていくとやっぱりね足の疲れが取れてくれるんですよね。でねこのね足の疲れを皆さん最近溜めてくる方がねたくさんおられるので足の疲れがそう今上がってね腰の痛みみたいな感じになってくるよっていう風な話をしてたんですけどこういう風な感じになっていくのでね皆さんね、いろいろとね足をしっかりあと緩める方法をねやってみてくださいね。でこうやってね念入りに足をやり続けることによってねやっぱり、ね、すごくね体が全身軽くなるんですよね。そうすることによってやっぱりね足が楽になって腰が軽くなって膝も軽くなったりとかするので、ね、すごいねやはり皆さん 足の立ち仕事座り仕事運転疲れなんかにねここが効くんです。で今ねやりだした悶絶整体 MAX2 なんかはねすっごく痛い本当に痛いんですけど終わった後先生なんで早くやってくれなかったのっていう風に言われちゃったりする場所があったりするんでこれをねしっかりと見てもらえたらね、体験してもらってるそうそこのあなた体験した人はもうそれでキャーあれが痛かったんだみたいな感じで、ね、思い返してみてもらえればいいんじゃないかなと思います。やっぱりこの膝の裏なんかもね腰痛でねかなり効果的な場所ですからグイ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 押さえていきますからねこれでどん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 見ていってくださいってこの動画ね結構過去のものの動画になりますから意外とね、叫ばない人だったので私はこうやって喋ってるんですけどねこんな感じでね、ずっと動画を見ていってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、やはりね、右のふくらはぎと左のふくらはぎでは痛みが違ったりとかする場合があります。だから違った場合なんかはね、やっぱり左側は私何回も言ってますけども、対人関係のストレスなんですね。で、対人関係のストレスがある人っていうのは、そう、あいつ、職場のあいつ、客のあいつ、取引先のあいつ、あ、そう、思いついたあいつのあの人、その人から離れられることができるんであれば離れてください。そうするとねストレスは解消しますがなかなか仕事でね解消することってね離れることができなかったりする人も結構います。だからねそういう場合はね、自分でねストレスを発散する方法を何か考えてみてください。そうじゃないとね自分が潰れちゃいますから潰れちゃったってね今楽しい人生では世の中ではありません。自分でねやりたいことをとりあえずやる仕事がやりたいことだったらその人を我慢するまあねそんな風にね受け入れてで体をメンテナンスをしながらこれをね体をねすっきりさせていってあげればいいんじゃないかなって私は考えております。私は仕事よりも遊び仕事はほどほどにして、ほどほどっていうか私遊びが仕事で仕事で人を痛めつけるのは最高のドエスな人ですから一番楽しいですよ。人を痛めつけて金をもらっておっと言っちゃった人を痛めつけて体、お金もらって感謝されて先生ありがとうなんて言われる仕事ってなかなかありませんからね。まあそんな感じでねずっとやり続けてる悶絶整体ですから本気で痛いから来ちゃダメ痛い人ダメだよ分かった。じゃあ今回はこれぐらい以上悶絶整体みつのぶでした。またね。